カイカーウス一世は、ルームセルジューク長のスルタン。ルームセルジューク長のスルタンカイホスロ一世の息子。1211年に、父が死ぬと、弟のカイクバードと後継の座を争い、勝利して、弟を遊兵した。ルームセルジューク長の経済的自立を目指し、キプロス王国と交易条約を締結。さらに地中海の海上を易路獲得を目指し、 南方のキリキアにあるキリキアアルメニア王国を吹く属させた。また、第5回十字軍と結び、アイユ部長にに正面戦争を敷いた。シノプに残るカイカーウスの二言の秘文1214年に、トレビゾンド帝国のアレクシウス一世を狩猟中に、捕らえ、身の白金として、国会に面するシノプの港を活上させた。シノプは、地中海のアンタルヤと共に、 ルームセルジューク町の重要な海上交易拠点となった。カイカーウスは、この重要都市の総督に、アルメニア人、ライスヘトームを任命し、1215年には、ギリシア人セバストスの監督下で城壁が修復された。修復を記念するアラビア語とギリシア語で書かれた碑文が、サイモンに近い塔にはめ込まれている。1217年には、スイバスに、 シファイエメドレセを着工した。このメドレセには、病院も付属していた。カイカーウスは1220年に急死し、シファイエメドレセの病に葬られた。青いタイルで飾られたその墓室と石棺は現存し、公開されている。する単位は弟、カイクバードが継いだ。ありがとうございます。